はようございます。ピエトラです。今日はバラの芽出し日についてお話ししたいと思います。はい、先週バラの芽かきをしまして、1週間経ちまして、あんまり成長してないかな。はい、じゃあこれから、芽出し日をお話ししますね。はい、芽出し日なんですけれども、私は葉っぱがこのぐらい展開しているぐらいになってからあげたいと思っています。はい、これもこう葉っぱが開いてきてますんで、このぐらいが芽出し日をあげるいいタイミングかと思います。本とかによると、あの3月の中旬ぐらいっていうような書き方してるものがあるんですけれども、やっぱり地域によって3月中旬ってどのぐらいかもよりますし、その年によってあの暖かさも違いますし、また種類によってもね、例えばこの株はこんなん出てるけど、こっちの株はこんなんだったりします。なのでやっぱりあのバラの様子を見て芽出し日ってあげる必要があると思うんですよ。根っこが肥料を吸い上げる準備ができてなければ芽出し日あげても無駄になっちゃいますので、やっぱり葉っぱが開いてくるぐらいになれば根っこもあの肥料を吸い上げる準備ができてると思いますので、そのぐらいが一番いいんじゃないかなって思います。で、この時期の肥料なので私は液肥にしています。あのハイポネックスとかでもいいと思います。ただこっちの方が安いので私はこれですね。で、ここに書いてある規定の量のもう半分ぐらいっていうか、その薄くしてあげています。バラの場合でしたらこの1000倍にしてっていうことなんだと思うんですけれども、私は2000倍にして1週間に1回ぐらいにしています。この時期の春先の肥料ですので、薄い肥料をあげた方がバラのためにも親切、違う、バラのためにも優しいと思うんですよね。なので、2000倍にして週に1回ぐらいがいいと思います。で、液肥にする理由なんですけれども、液体肥料のいいところはやめたい時にすぐやめられるというところもあると思います。つぼみがついた時にバラに肥料が残ってると花が乱れますので、やっぱりつぼみが見え始めた頃には肥料を抜きたいところです。でなので液肥だったらすぐに肥料をやめればいい話ですから、この時期は使い勝手がいいと思います。それともう一つおすすめしたい肥料なんですけれども、これハイグリーンっていう肥料です。肥料って言っても微量要素の肥料になっています。本当はね、大袋で買ったんですけど、大袋からこう小袋に移し替えて側がなくなってしまったので、ちょっと違うところから映像を持ってきますね。でこのハイグリーン、ここにも書いてありますが、こう6号鉢、8号鉢、9号鉢でこのぐらいずつあげると、あげるようにしています。